バックのリャザン襲撃の物語差し絵19世紀の書籍の差し絵、グゼーの要求を跳ねのけるリャザン校という場面が描かれている。リャザン防衛線 MRPKVSMO ファイルヨーロッパレリーフリアロケーションマップ .jpg1630x1440px リャザン方位線の1周辺地図 R、リャザン、P、プロンスク、M、ムーロム、K、 コロムナ、MO、モスクワ、V、ウラジーミル、S、スーズダリ本校は1237年12月16日から21日にかけて行われた、リャザンをめぐるリャザン公国軍と、モンゴル帝国軍の戦闘についてまとめたものである。これは、バトの指揮するモンゴルのルーシ進行の一部である。6日間の包囲戦の後、モンゴル軍によってリャザンは陥落し、 破壊と虐殺に見舞われた。モンゴル帝国軍馬と率いるルーシ進行軍の総数は正確には不明である。ルーシの年代域には具体的は数値は記録されず膨大な数の軍団とのみ記されている。ロシア革命以前の歴史家は兵員総数を30万人とし、ソ連の歴史家も同等の数値を計上していた。一方、 ソ連の軍事私学者ブイカルガロフは、モンゴル帝国の軍事単位であるトゥメント、ルーシ侵攻に従軍したチンギスハン家の決闘の数から、12から14万人の軍勢であったと推測した。ただし、そのすべてがルーシに進行したわけではなく、一部はポロ別族との戦闘に当たっていた。逆に、チンギスハン家の血縁者以外のスブ隊。 ブルンダイラ軍事司令官に属する兵員がいた、可能性もある。なお、修士の編纂者らしいドッティーンは、リャザン広域戦に参加したチンギスケの一族は7名で、あったと記している。リャザン広告軍、リャザン広告軍の兵数もまた、不明である。モンゴル襲来時、リャザン広告には、プロンスク、コロムナ、ペレアスラブリリャザンスキーの3つの分量広告が、属していた。 これら分量広告の公の並びに、ギャザン大公ユーリーは各自の重視体を有し、各都市でも民兵隊が徴収、組織された。ドルジーナ隊は重装備を有していたものの、その数は数百人を超えず、また一個の指揮官が自在に動かせるような指揮系統は確立していなかった。なお、モンゴル帝国軍とルーシの諸行国軍は、すでに百二十三年のカルカカ藩の、 戦いにおいて衝突しているが、リャザン広告軍はこれに参加しておらず、バト引きいるモンゴル帝国軍の戦術、装備に関する知識はなかったとみられる。そもそも、ルーシ諸公にとって、カルカカハンでのモンゴルとの接触は、大きな関心事ではなく、重大な事変として認識されなかったともされる。防衛設備の面では、リャザン広告の諸都市は、他のキエフル式の都市と同様、 強固な防衛設備を有していた。リャザンの場合、高さ10メートルの土塁の上に都市が置かれ、塔を備えた城壁の総長は、約3.5キロメートル、城壁内部に65ヘクタールの土地を防衛することができた。また、13世紀末のリャザンの人口は8000人に達していたとする説がある。1237年晩秋、バト引き入るモンゴル帝国軍は、 リャザン公国の南の国境線を越えて侵入すると、リャザン公ユーリーに十分の一税を課す使者を送った。これは降伏し従属することを要求したものである。バトのリャザン襲撃の物語によれば、ユーリーは、ウラジーミル大公ユーリーに援軍を求めるが拒否されたため、親族であるムーロム公、コロムナ公、プロンスク公ら諸公を招集した。また、息子、 ヒョードルをバトゥ陣営に送って和平交渉を行ったが、バトゥはヒョードルの妻をも求めたため交渉は決立し、ヒョードルは殺害されたと記されている。なお、ユーリーはバトゥ軍の詳細をつかむため、自身の重視を死者につけて送り込んだと推測する説がある。ルーシ諸行にとってバトゥのルーシ信仰が予期されるものであったかどうかは、資料の分析から論争がなされている。 なお、ハンガリー出身のドミニコ会修道士、ユリアヌスの書簡から、ルーシ諸公国は、モンゴル帝国軍が、ルーシ進行の準備をしていることを知っていた、とする説がある。バトのリャザン襲撃の物語は、ヒョードルの不法がリャザンにもたらされると、ユーリーを含むリャザンの街は悲しみに包まれ、ヒョードルの妻エフプラクシアは高殿から身を投げたと、記している。その後ユーリーは、 バトを迎撃すべく軍を発した。なお、ノブゴロドの年代記は、ユーリーとバトの軍が開戦した後に、ウラジーミル大公国からの援軍が到着したと、記しており、出撃はユーリーの独断であったと分析する説がある。1237年冬、ユーリー率いるリザン公国軍は、ボロネジ川付近に退陣するモンゴル帝国軍と、開戦した。 バトのリャザン襲撃の物語は、リャザン広告軍の奮戦を描きつつも、参戦した、ユーリー、オレグラ諸行が皆戦死し、あるいは処刑されたことを記している。ボロネジ川の戦いに勝利したバトは、都市や村を破壊しながらプロニア川沿いに進軍し、リャザンへ迫った。プロンスク、イジャスラ別、ベール等の諸都市は落ち、虐殺に見舞われた。なお、一般地位年代期には、 プロンスク公、ミハイルの子がプロンスクを脱し,し、ウラジーミル大公国へ逃れたと記されている。1237年12月16日、リャザンに到達したバトゥは都市を包囲した。先のボロネジ川の戦いで、重視隊、民兵隊の多くを喪失していたリャザンには、わずかな兵力のみしかなかったとみられる。一方、バトゥは、蓄時兵力を投入し、 リャザン守備兵を消耗させた。幕のリャザン襲撃の物語によれば、リャザンは5日間の間モンゴル帝国軍の攻撃を耐え抜いたが、大土、はしごなどの破壊、工場兵器を用いた攻撃によって、6日目早朝に防壁を突破された。市街へ侵入したモンゴル帝国軍は、住民を虐殺し、町に火をかけた。リャザン大抗 ユーリーの母アグラフェナヤツマラは教会に立てこもったが、殺害された上、教会ごと焼き払われた。リャザンを落としたモンゴル帝国軍は、スーズダリ、ウラジーミルへと軍を進めた。生き残ったリャザン兵は、リャザンの貴族エフパーチーコロブラートに引きられて、追軍し、ウラジーミル大公国領内で、モンゴル帝国軍を襲撃するも敗れた。 モンゴル帝国軍は1238年初頭のうちにコロムナ、モスクワで勝利を収め、ウラジーミル大公国の首都ウラジーミルへと進軍した。荒廃したリャザンが復興することはなく、リャザン公国の首都機能はペレアスラブリリャザンスキーに移された。現リャザンは同志が18世紀に解消したものである。また、バトのリャザン襲撃の物語に記されるリャザンの壊滅は、 考古学的調査によって実証されている。モンゴル帝国軍を追撃した F パーチーコロブラートは、ボガト入りとして、名を残している。ABC 中村義和、1985年。P229AB 田中明千子、1995年。P143 から 144ABC 同村、1六十八年。p 五十四 a b c 和田春樹。 2002年、P110 から111、2008、126、2008、127、2017、44、2017、11、1967、80、2017、32、田中明千九1995年、P132、1993、 107、中村義和、1985年、P224、中村義和、1985年、P225、2017、62、2003、47、1967、83、2015、140、中村義和、1985年、P226、リバース、 中村義和、1985年。P227 から 228AB 中村義和、1985年。P228、2017。93、1993。241、中村義和、1985年。P229 から231。1993。 245から247ありがとうございます。